はい、皆さんこんにちは、松氏です。じゃあ今日もですね、マイクラで銀座を作ってみたい、きたいかと思います。今日作ったのはですね、こちら、銀座9の裏側の通り作りました。あ、通りじゃなくてブロックね。で、銀座9の裏、僕個人的にはですね、ラーメンストリートと言ってるんですけど、なんかラーメン屋さんがいっぱいある通りになってますね。ちょっとバス停の裏側に当たるとこなってます。建物見やすいか、こっち側歩いていきましょうね。で、このガーってあってですね、この辺も確かなんかラーメン屋さんだった気がするかな。で、コンビニがあって、ててあるって言っても、この辺がなんかすごいラーメン屋さんだらけですね。ちょっとどれがどのラーメン屋さんかちょっと忘れちゃったんで割愛しますけど、多分この辺もラーメン屋さんでね。これあれかな、油そば屋さんだったかな。で、ここはちょっとあんまりうまくできてないんですけども、有名なラーメン、某ラーメン屋さんがあったりしてます。っていうこの一角を今回作りました。よいしょ。で、こっちですね。で、ここのとこが雑貨屋さんかな。あれ、あ、ブロックが壊れてる。これ直さないですね。どうなってんの？あ、違う。もうが直す状態になってないんで、また歩きながら、お散歩しながら直しますよ、モードになっててすいませんけど。よいしょ、で、ここにブロック入れる。なんか今回のこのブロックは比較的素直に作れたなっていうのが正直な印象です。ただちょっとこの歩道がちょっと色決めかねてて、こことね、こっちがね、同じ色なんですけど、ちょっとその時の見た時の気分で使ってるブロック違っちゃってるので、これちょっとなんか統一しないといけないかなという感じですね。で、これはちょっと僕、動画とか撮る前に撮ったブロックと隣接してるんで、今回作ったのはこっち側ですね。こんな感じになってますね。で、テクテクこの辺もいろいろ飲食店とかが並んでるエリア。これ、そうね、こんなになってて、になってます。で、ちょっと個人的に作ってて楽しかったのはこの辺かな。なんか駐車場なんですけど、駐車場ガーッと、ある駐車場なんですけど、どうもここの公園みたいな広場の作りがですね、反対側の建物の、ちょっと先一回行っちゃいますけど、反対側の建物の、この辺の雰囲気とすごく似てるかなっていう感じでなってましたね。で、なんかすごく開けたとこではあるんですけども、作っててちょっと楽しかったですね。こういう広場があると、建物の裏側がよく見えるみたいな話になってて、こっちから見るとですね、よいしょ、この階段とかね、なんか非常階段多いね。なんかこの企画で作り出してから、ああ非常階段こんなとこにあったんだっていう新たな発見がすごく多いです。こういった非常階段とか、あとこっちの方のなんか裏の窓とかもなんかよく見えますね。こういう開けてるところがあるという感じで作ってます。で、これは、セブンイレブンの裏側ですね。ここセブンイレブンのマーク、貼っといた方がいいかな。ちょっと、今やりながら気づいたんですけど、まだ作るのにかなり中途半端な状態ですね、これね。なんか置いちゃってるでしょうよ。この建物もう一フロアあったはずなんで、ちょっとこれ、あと今度作ります。な感じでぐるぐるぐるーっとなってますね。で、ぐるんと回ってきて、あそこが前見た救急車、じゃない、消防署か、の位置になってますよと。いうふうな、こんな感じの一角ですね。で、今回比較的素直な建物が多かったんで、前やった時みたいにちょっと表と後ろで合わねえパニックっていうのは、まあ早い段階で確認しながらやったんで、そんなにパニックになることはなかったですね。で、今回あと作っててちょっと一番気合が入ったのはこの一番高い建物上に置くって書いてあるんですけど、こちらの方はGoogle のストリートビューを見てる時にはですね、残念ながらまだ工事中だったんですけども、今はもうできていてちょっと公開になってるんで、それをちょっと一生懸命写真見ながら頑張って作ったみたいな感じですね。で、ちょっと企画的にはあれ初めてになるんですが、ちょっと写真と比較できるかな。で、お気に入りってやると、ね、分かるかな、これが、こうか、これが元々の撮った写真、実際同じのいくつかの方向は撮ったんですけども、この写真元にして作ったらこうなりましたと。ちょっとやっぱ光源が
何気に難しいですよね、やっぱね。なんか光の明るさとか光の色とかも違うし、本当だったらこの右の上の四角、これ再現したいんだけど、ちょっとどう再現してるのか分かんなくて、囲っちゃえばいいのかな。ちょっと試しにやってみましょうか。試しに、ちょっと待ってね、試しに、じゃあ今再現してみる。どうなるか。そうね、あと建物の中を作ってなかったんで、夜景を撮っちゃうとどうしても建物の中の明かり、それがちょっとどう再現するのっていうところがちょっとかなり出ちゃいますね。それとこの手前の建物も、もしかすると中光源入れればすげえそれっぽく見えるのかもしれないですけど、ちょっと待って、その中はやる感情がないかなっていうのは正直。じゃあここに横を寄せにするかな。ちょっとこれ仮置きで横の線、これここ違うよ、横の線、こっちも横の線ですね、横の線で立ててやってみていいのかな。こうやったらそれっぽくなる。どうでしょう、わかんない。よいしょ。でさっきと同じような位置、写真を見たらこれぐらいの位置から見てたのかな。手前に一瞬入ってたような感じだと思うね。じゃあこれでちょっと夜にしてみましょう。ちょっとクリエイティブで作ってるときは常に昼間というモードで作ってるんで、これを昼夜サイクルアイとした上で時間の設定を夜にすると、夜をこんな感じですね。こう見えてますね。それあと下もちょっと明かりあった方がいいんだな。これ看板、下の角の薬屋さん、これがその夜と真夜中がかなり違うのかね。真夜中こう、あ、こっちの方が真っ暗。あ、なんとなくそれっぽいかな、これな。どうでしょうね。うん、こんな感じですね。これとこれを比較する、これ似てますかね、どうですかね。明かり、薬屋さんの明かりがあまりにも神々しいのと、看板がないのか、まだ看板がないのか。じゃあちょっとここわざとらしい薬屋さんの明かりをちょっと入れちゃいましょう。多分これあたりがいいと思うんですけど、このあたりでここにポン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 と新しく見えるのかな。ですかね。うん、下がりすぎ。この辺か。まあさっきより似てるかな、明かりがついてる。そうですね。あとこの間のこれちょっと看板、これ標識ですね。この間に看板がなんかなかったね。写真で比較すると見ると。